スピーチよろしくな。ダメだ、噛みそうだわ。なんだなんだ、俺の方が落ち着いてるじゃないか。え、およごなんだよ、いきなり。なんだよこれ。すまん、緊張してるのはどっちだよ。 次だぞ、緊張する。覚悟を決めてやるだけ。ビシッとしなさい。尻に敷かれそうだね。やっぱベニオ様お誘いられるのは前しかおらへんで、ほんま。素晴らしや、ひがみ商店店主ひがみクリスティーヌさくらこ様からお祝いのお言葉をいただきました。では続きまして、新郎新婦の頼もしい後輩のお二人にご挨拶いただきます。エマドーロクロ様、私のベニオ様お願いいたします。はい、ビシッとしなさい、ビシッと。 ノクロと私の三も卒業したら結婚かな。そしたらあんまりかまってもらえなくなっちゃうよね。わあ、ワイも、ベニオ様にかまってもらんようにならんかな。ちっちゃい頃から仲良してきたのに。ベニオ様、泣かない、ほら、挨拶始まるよ。あ、何してんだよ。二人とも落ち着いて。すいません、バタバタして。では、リョウゴ、ハルカさん、ご結婚おめでとう。
今日は何を話そうかすごく迷ったんだけど、いろいろ調べてちょっといい言葉を見つけたんで、それを亮吾たちに送ろうと思う。アーネスト・ヘミングウェイは言いました。 The world is a fine place and worth the fighting for。 この世界は素晴らしい、戦う価値がある。俺たちは亮吾や遥さんと同じ陰陽師として、この言葉をすごく実感したというか、私たちが戦うっていうと汚れとの戦いを思い浮かべるけれど、この戦うっていうのはそうじゃなくて、なんていうか、今日よりも明日、明日よりも明後日の方がいい自分になれるように生きる、それが戦うってことなんじゃないかなって気が今してる。とか言いながらついムッとしたり喧嘩になったりするけれど、ただ反発するだけではなくて、それも受け入れて前に進んでいけるといいなと思います。なんか言葉にするとちょっと恥ずかしいけど、人生って毎日が戦いなのかもなって。だから戦え、亮吾。戦え、ハルカさん。俺たちも戦います。あれ、滑った。疲れた。スピーチがどっと体に来た気がする。だな。ベニオ。ん？ちょっと、いいか。あのさ。何？俺、波状王にならずに戻ってこられたら、お前に渡そうと思ってたものがあったんだ。俺がつけてもいいか。え、君の頭に。まなわけあるか。俺がお前につけてやるってことだよ。だよね。私カカ。さあ、ほら、ちゃんとしろよ。大したもんじゃないけど、俺、こうか。俺なりに、それなりに悩んで選んだっつうか。よし、完璧。なんと言えばいいのか。私今めちゃくちゃ幸せ。すげえ、かわいい。あ、いや、なんつうか。ついにあの伝説の回が収録されたコミックが。ただいま。生きてるってのはいいな。どんどん命を生むぞ。やめろ、こんなのは追加料金だ。何言ってるんすか。暇だから人間ドックしてやるって言ってんすよ。熱必要ないだろ。父上様、成仏しておられますか。うるせえ、もっと静かに墓参りします。しかしこの喋りは父上です。結局どこまで想定してたんだ。正直完全に外れたよ。いや、上回ったと言うべきかな。おかげで巫女が生まれても重すぎる運命から解放できそうだ。うまいぞこれ。もうちょいだ、待ってろ。いやー、エガルのみんな、
ちは日常に戻った。陰陽師としての戦いはまだまだ続くだろう。私たちが知り合ったみんなもそれぞれの場所で戦っている。明日を笑顔にするために。一緒にきっとザークも笑っていることだろう。ああ、そして世界は再び一つになろうとしている。榊ユウヤのデュエルによって。ユウヤのデュエルで。これで終わりだと思ったら大間違いだ。父さん、ユウヤよ、お前の本当の戦いはテストに合格したこの瞬間から始まるんだ。プロとして戦い続ける覚悟はあるか。もちろん、俺はこれからもデュエルでみんなを笑顔にする。そして必ず調査を超えるエンタメデュエリストになってみせる。お楽しみはこれからだ。それで蜂蜜
史は入手できた？当然。ナルトの野郎に千住一族の歴史を語り聞かせてやるんだ。そんな説明できるほど歴史に詳しかったっけ？え？ああ、まあな。ちょっと私に説明してみなさい。いや、それはその…はよー走れー。イレイ、何をやっている？お馬さんごっこ。赤丸は犬だ。犬に乗ってお馬さんごっこは変だと思うぞ。じゃあ、お犬さんごっこ。確かにお犬さんごっこだが、赤丸は少し疲れているようだ。かわいそうだから降りてあげるのだ。なぜなら…いや、まだ乗ってたい。仕方ない。では、おしのさんごっこで我慢しろ。シノって、あんなに子供あやすのうまかったっけ？何をにやけているんだ？誰もにやけてなんかねえよ。よく言うな。こういう披露宴での男の楽しみは、神父の友達と知り合いになることだろ。なわけねえだろ。めんどくせえな。あっち行くぞ。いつの間にあんなになってたんだろう。誰の話？鹿丸と手まり。あんな感じになってるって知ってた？うん。それはともかく、周りの人は、僕らにも同じ感想を持つと思うよ。どうしたんです、ゆか先生。まだ何か心配ですか？ええ。大丈夫。ゆか先生の助言のおかげで、警備も当直の忍びも感じてませんよ。ほんの少し手伝っただけです。すべては、ナルトの作り上げた絆のおかげです。ナルトがいたから、俺たちが、みんながここにいる。あいつは、必ずヒナトを幸せにしますよ。それでも何か心配ですか？ええ。最後の挨拶。考えてくるの忘れました。え？ネジ兄さん、私結婚します。よし。